2023年4月10日水曜日、アートニュース、飯沼秀樹のアートニュース、アートラジオ、え始めていこうと思います。アートフェア東部2024年、4月11日木曜日から4月16日火曜日、西部池袋本店、そうです東部池袋本店、続いきます。 誰でもできるインターネット動画配信、動画配信技術の変遷と現在のデファクトスタンダード3分の1。コードザイン。次、体験会レポート。80名のインフルエンサー、配信者が参加。日本でも視聴家の世界最大級音楽フェス、コーチュラに ナンバーアイヤ遊 y o a s o b ナカイ。p r 大 h i d o k 技術技術ミュージアムコモンズ。現代アート展。空間の芸術開催。朝日新聞デジタル。ない、次。えー、っと。あ、まあ、いいや。えー、映画。 オッペンハイマー日本の一番暑い夏トークショーアルスラン・ザラ・ラ親友、えー、映画「ガンダム・シード」コマフィルム配布で絵柄の一部公開昨日も言ってたなこれ次いきますアートアートな、えー、大型アートブックフェアアートブック大阪2024年開催、えー、と5月1819 リノベ中自宅公開。次、建築設計者とメーカーをつなぐマッチングプラットフォーム、設計コミュニティの解説について伊藤忠商事。日本郵政建築、優勢建築を設立。印象派150年、ジヴェルニー印象派美術館、 印象波と海点えー、これは、えー、パリの話かな次えー、と次ミュージックは NHK ミュージックスペシャル「宇多田ヒカル教えてヒカルさん」4月18日木曜日午後10時から。 フランスは特になくてファッション PR が多いですねはいこれくらいですね、はい、というわけでピックアップしたのは誰でもできるインターネット動画配信動画配信技術の変遷と現在のデファクトスタンダードということをちょっと掘り下げてみようと思いますウェブの元はコードザインというニュースですけれども プラットフォームが乱立する送明機の時代。動画配信は Web ブ,ブラウザー、スマホの時代へ。動画配信を実現する、えー、要素技術。エンコードパ、パッケージング、キャッシュ、プレイヤー。えどういうことでしょうね。dmm.com の人が書いているんですけれども。うんー。んー トラフィックの61%が動画配信という、えー、とデータもあるというわけですね。皆さん動画配信見ら,見られてますかね音声配信これ今音声配信ですけどどうなんでしょうねえっ、ー、と難しいことが書いてありますかねスマホの時代へと。 〇〇をインストールしないと使えませんよりも手軽にできるというふうに書いてあって MSE メディアソースエクステンションズ EME エンサイクロペッ e メディアエクステンションズさらに高レベルな API と進化を続けていると はい。ちょっとこれ、難しい話ですけど。えー、っと。エンコードパッケージング配信再生というプロセスを積んでるみたいですね、うん。次回動く。これどういうニュースでしょうね。コードザインというニュースですけれども、1位のアクセスランキングは、 エンジニアのことを書いてあったり、月間ランキングでは、ぬる安全、漫画でプログラミング解説。最も年収の高いプログラミング言語は、Web フレームワーク、アストロの便利に使う。あなたの ChatGPT をもっと賢く API で使える実践プロンプトエンジニアリングというニュースがねコードザインと書いてありますけど、結構。 読み込むといいいかもしれないですね、はい、今日はこんな感じでお届けいたしました。皆さん良い一日をお過ごしください。ボンジョルネ・アビアント彫刻家の井上英樹でした。